やーハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人こと、マジダイダギニハマーです。はい、現在8月7日日曜日の午前1時35分ですね。はい、ただまあ、てっぺんの6話、武蔵野の6話、そしてリコリスリコイルの6話、見終えてアップロード終えたんで、ここからエンゲージキス6話ですね。T アニメストアで見ていきたいと思います。はい、で、最後に僕の自己紹介と、ちょっと悲惨な現状を話しますんで、まず簡単に自己紹介ね。僕はマジダイダギニハマーと言います。一生瓶に乗ってジャグリングしてハーモニカに、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、この本の著者です。はい、こんなことをしないと、リアクションができないやつですけども、よろしくお願いします。はい、それでは行きましょう。 D アニメストアエンゲージキス6話です。せーの、3、2、1、スタート。で、ちょっとこのアニメからじゃ僕は分かってない部分がいっぱいあるんでね。これは綾野さんか、違うわ、誰やこれ。キサラやね、今の1話かな、今の。あ、違うか。で、まあちょっとね、選手がコメントなんで、まああの、あんま考えすぎない方がいいというね、ちょっとアドバイスいただきましたね。とりあえずこの3人ですね。尾形修と、夕霧彩乃と、キサラ。まあ、この3人の、まあとりあえずその関係性を注目しておけばいいんじゃないかなということでした。ありがとうございます。今のところ、その、州の、親父が、なんか、悪魔と、その、何、悪魔の仲間じゃないか的な噂が出ているってことと、妹のカンナが生きてるんじゃないかっていうのが前回出てきたかな。あ、この、あ、シスターみたいなの映ってたな。これ妹だね。で、前回も確かあの、悪魔付けに買った時に、なんか謎の槍みたいなのが映ってたけど、あの槍は何なんやろ？で、最終的に、そのね、前回、綾菜と柊は多分、最終的なことでやったけど、もう記憶ね、キサラに奪わせましたもんね。悪魔殺しの第三者。最後、綾乃となんかバトルありましたよね。たまには私にもマウント取らせてよとか言ってたね。年に一度の何者の ああ、このなんかシスターみたいなのは敵なんかな。無線傍受しとる。あら、キサラが落ち込んでる。あれ、キサラ右太ももどうなってた。タキナと逆の太もも怪我してるね。あー、シューから。
週か。何これ？ドクターストーンですか？あれ？あ、キサラが来てくれへんからか。キサラの代わりってことやね、これ。え？今のがキサラか。綾野音。ああ。いいねしました。今、キサラがいいねしたん？なわけないか。これ別の会社の人やね。シスターが見とるな。おお、まさかの首4の字固め。おお、危ない危ない危ない、ひどっ。かわいそうに、なんかこのテリーマンみたいな人ね、かわいそうに。トリプル A の。これ車奪った？さっきのテリーマンみたいな人の。どこがモデルになってんやろ。ああ、これか、三上が言ってたやつ。お、三上やな。
ゴミ箱あされ。違うわ。ザ・ジャスティス、テリーマンみたいな人。もらへん。晴天協会には気をつけろ。記憶がない。エクソシスト、悪魔払いってことだね。1000年以上前から。芦屋局長。
さらか。やばいんじゃろうか、秋野さん。誰や、柊か。あ、綾乃か。いやいや、母ちゃんに当たる。あ、綾乃と電話してたんか。めちゃくちゃ強いな、しかし。なんでシューは、え？ シューの知り合いやったんや。おお、奪われた。あやのの携帯か。いつの間に取ったんや。そっちかい。まあ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 、でもそれは。綾乃さんからメッセージが来ました。あ、これキサラをはめようとしてるな。チンコ行ってたんかい。家の前におるんちゃう、これ。うわ、いった。すごいかかと落としやった。めっちゃ強いな。何者なのこれ。うわ、いった。ダブルニードロップ。
すごいな。3年前に生かされて以来、悪魔つきか。まあそうやな、記憶ないもんな。わあ、完全にセルゲイ・ハリトーノフとセームショルト状態ですよ、これ。キサラ、キサラ、来た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 ね、キサラ。デーモンスレイヤー、鬼滅の刃や。あ、ほら、キサラはこいつに封印されたってこと？シュートシャロンが、どういうことこれ。おおっと、ここで終わりかい。シャロン、あ、大久保留美さん。ここ好き。次回予告はあったっけ、あれな。だけどいい、それでいい。はい。ってことで、今回は急に出てきたシャロン。うん、なんかいきなり、ここやな、言うて、ね、タワーみたいなとこと、こう、キサラが写ってる写真を合わせて、何あれ、無線傍受したんかな、なんかテリーマンみたいな人、何だっけ、ザ・ジャスティスだけがね、ボコボコにやられたけど。で、まあ一方、綾野さんはね、州の、部屋の掃除をしてる、ポニーテール姿はやばかったです、うん。で、キサラが全然来なくなったということやけど、前回ね、綾野さんと多分最後までやって、
ったでしょ、週は。それを多分見てたから、へこんでんのかな。しかもそれを覚えてないっていうことやからね。だからどうやって怒ったらいいかがわからへんやないかって言ってましたね、週の、その、鬼ラインに対してね。で、まあまあ、そんな中で、そのシャロンが出てきて、まあ、テリーマンみたいな人が、えらい、ボコボコ、まあ、ボコボコというか、ひどい目にあってね、26発も撃たれたと、いうことでね、で、キサラを撃ってると。で、一方、その三上が、その、州に、情報提供してるやつを信じるぐらいだったら、その、まだ顔のわかる僕を信じた方がよろしいよっていうことを確か先週言ってたんで、その、情報提供者を突き止めようとしたものの、まずその、テリーマンみたいな人の、映像を見せられ、で、なおかつその間に逃げられたと。なんか壁バーン破って、綺麗にレンガのこうバラバラバラってね、あの壁紙が降りてきてましたけど、あれは一体誰なんでしょうね。まずそこが気になるところ。そして、登場したシャロンによって、そのシューがキサラとの出会いのシーンに出てきましたね。キサラは、キサラが使ってる、デーモンスレイヤーってた。あれで封印されてたと。で、まあ、今度トリプル A に乗り込んできて、綾野さんがスマホを取られてしまった。で、まんまと、まあ、キサラもあれはおびき出されたと言っていいでしょうね。で、まあ、周囲の住所もバレて、ということでね、キサラとのバトルになったけども、どうやら、3年前に生かされたから、どうのこうの言ってましたね、シャロン。で、どうやら、あれ、シューはキサラに対して、お前の力が欲しいねんって言ってたけど、シャロンが後ろからブスって刺したこと自体、シューはなんか意外やったみたいやから、シューにとっては予想外の出来事やったんかな。やけどね、キサラがダーンやられて最後二人が向かっていくとこで終わる。どこで終わってんねん、これめちゃくちゃ気になるわ、これ。これは気になるわ、これは。何がどうなってキサラがシューとその手を組むようになったのか。で、シャロンは3年前に生かされたって言ったことは、あの後に多分死ぬ目にあったんでしょうね。気になる。しかもシャロンの強さが謎すぎる。で、同じ師匠に習ったのかって確か聞いてたけど、前回、シューの親父から、確か、秋野さんが全てを習って、その秋野さんから二人は習ったかな、なんかそんなこと言うてたはずなんやけど、じゃあシャロンとシューの関係性も果たして何なのかがちょっとわからへんし、これはとにかく気になる終わり方でしたね。はい、以上、演芸歴数6話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどなどよろしくお願いします。で、ここから僕の自己紹介と、悲惨な現状を話しますんで、興味のない方はここで終わってください。はい、では僕は普段こういうことやってます。で、主に子供たちの前でね、やればできる、諦めない、これを伝えたくてパフォーマンスしてますが、現在コロナに全てぶっ潰され、2年半ほど仕事がまともにありません。今年の3月までに87連休、次に26連休、45連休、40連休と続き、はい、今26連休と続いてます。実は7月ですね、仕事2件だけ決まってました、2日連続で。その6日前に僕がコロナ発症という、もう最悪なタイミングで、なってしまって、7月収入ゼロです。6月も収入ゼロ。なんと1月と2月も収入ゼロで、4月、5月はほぼゼロです。はい、今年の収入、未だ16万円しかないという非常に厳しい環境で、まあ状況でね、生活してます。貯金だけで。だいぶ貯金も減ってきました。そんな中なんでね、YouTube を頑張って少しでも、その僕のことを皆さんに認知していただければと思って、こんな格好しないとできない。風呂場行ったりしないとできない。そんなね、もう、大ハンデを抱えたね、状況で一応頑張ってはいますが、残念ながら再生数はひたすら2桁です。チャンネル動画もほんまひたすら伸びません。これが延々と続いてて、もう正直しんどいんです。やめたいんです。と言いながらも、今諦めてね、やめてしまったらゼロになってしまいますんで、まあ歯食いしばってね、もうとにかく耐えて耐えて、ね、続けていけば、いつかはいいことあるやろと。ね、いつか花咲くとそう信じて、このね、アニメのリアクション、ジャグリングの練習動画とかですね、投稿し続けることを今日で、なんと863日です。この日数続けてきてることをね、まあ今自分では誇れると思ってますんでね、まだ諦めてませんので、ぜひ応援お願いします。はい。で、ただ、4月の25日に一度だけね、僕はもうしんどくなりすぎて、もう、精神、メンタルが崩壊してね、やめますという動画出しましたが、思いのほか多くの方がね、応援していただいているということが分かったんで、
いつもご視聴いただいている皆様ありがとうございます。ただ僕がねパフォーマンスしている姿、これを知っていただきたいので、ね、説明文見てください。ホームページ、僕の自己紹介、ホームページ、SNS 各種 PV プロフィール全部載っけてますんで、ぜひねホームページ見て、動画を見て、いつか生でショー見てほしいと思ってます。はい、そのためには僕はね、貯金をとにかく持たせないといけないんでね、節約生活頑張ります。応援しておいてください。で、過去のアニメリアクション動画再生リストに作品別にまとめてます。で、今年の9月に驚きの発表がありますんでね、ぜひともお楽しみに。はい、以上、アニメリアクション君ことマジラジオゲニハマーでした。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。